ちょぶれい。落ちるかと思いましたが、センサーが反応してきちんと回避しました。進行方向にドアがありましたが、センサーが反応して進行方向を変更したようです。高さが微妙なところはセンサーが反応しないようです。結構ぶつかってますね。敷居を乗り越えて和室の方に進入してきました。扇風機の台座も高さが微妙なので結構ぶつかってます。ドアは良かったのに、なぜか襖はぶつかりまくってます。和室を抜けて廊下に戻ってきました。廊下と和室を掃除してみましたが、どれぐらいゴミが溜まったのか見てみたいと思います。
窓から見るだけでも結構な量が溜まっているように見えます。予想以上にごっそり取れて、危ない。落ちるかと思いましたが、センサーが反応してきちんと回避しました。進行方向にドアがありましたが、センサーが反応して進行方向を変更したようです。高さが微妙なところはセンサーが反応しないようです。結構ぶつかってますね。敷居を乗り越えて和室の方に侵入してきました。扇風機の台座も高さが微妙なので結構ぶつかってます。ドアは良かったのに、なぜか襖はぶつかりまくってます。和室を抜けて廊下に戻ってきました。
廊下と和室を掃除してみましたが、どれぐらいゴミが溜まったのか見てみたいと思います。窓から見えるだけでも結構な量が溜まっているように見えます。予想以上にごっそり取れてますね。この後、リビングを自動運転で走らせてみました。結構な量のほこりが取れました。お見苦しいのでぼかしています。苦手なところもあるようです。クッションマットの上にラグを敷いていますが、表面が柔らかいためか、そこでぐるぐると回ってそこから撮影することができないようです。しばらく回り続けていましたが、この後結局停止してしまいました。そろそろバッテリーが切れるようです。バッテリー切れランプが点滅しています。ちょっと押しちゃいましたが、無事にたどり着きました。